大寒波が日本列島を襲い、大雪の中、王将戦第3局が金沢で始まった。藤井王将は鮮やかな淡い白花田のような色目、羽生九段は貫禄を感じさせるシックな焦げ茶の色目の和服を装い、両対局者は対局場へ現れた。デザスタケイ、大人の将棋ラジオです。第3局は先手藤井聡太王将の居飛車に対して、後手羽生善治九段が飛車を振る素振りを見せつつ、相居飛車で雁木模様を目指す展開となった。森下九段、初めて見ましたよ。27手目3四歩から29手目2六飛。島九段、出た、早くも出たという感じです。解説は中村太一七段。歴史に残るこの一戦では、立ち合い人のみならず、どの棋士が中継解説を務めるのかも重要である。立ち合い人は島明九段、副立ち合い人は高見太一七段。その解説を通じて、この王将戦を中村に依拠しながら、あるいは別立てで評価値と見比べながら、はたまた中村とは異なる視点や手筋から対局のメッセージを読み解き、構築するからだ。中村は文武両道の風貌爽やかなイケメンとして知られる。奨励会受験と中学受験を両立し、ツイッターで自身のプロフィールにも記載している通り、早実の中等部に入学、大学は政治経済学部へ進学した中、愛知ゼミに所属していた。自身の YouTube チャンネルでは、冗談を言って人を楽しませるエンターテイナーとしての中村の側面が見られるが、今回のタイトル戦では理知的で落ち着いた中村の分かりやすく明瞭な解説によって、より深くこの第3局1日目を楽しむことができた。中村は2012年度の棋聖戦と2013年度の王座戦でタイトル獲得に挑むも、羽生が立ちふさがり、2017年度に3度目の正直で王座を羽生から奪取した。そうした俊英である中村は、今期これより B 級1組から A 級への昇級の期待がかかる対局が続く。中村七段、近日の藤井王将は流行を追いかける側ではなく、新しい手を連続して披露しているので、流行を作り出す側になっていますね。29手目2六飛について、これが雁木の対策として有効ならば今後流行する可能性があると語った。これも勝負どころですよ。35手目3四歩に対してコメントをつける。1日目はゆっくり行くのかと思いましたが、初日から激しい展開になりました。初日に終盤まで行くかもしれませんね。昼食休憩が明けてから藤井王将は37手目で1時間半ほど長考した上で2八飛と指す。以降44手目7四歩と羽生九段が指すと、雁木の戦いというと曲線的にいわば柔らかく、羽生九段らしい老快とも言えるような指し方をするかと思いきや、若々しくぶつかっていっている印象です。藤井が47手目に約1時間考えていた様子を中村は、最近の藤井王将はいけると思うところは大胆に時間を使わずに指して、こういう普通の人だとあまり考えずに指しそうな細かいところ細部に時間をかけて局面を理解しようとしているとも感じます。こういう中盤戦の細かいところで時間を投入できるのがタイトル戦の醍醐味だと思います。こうした読みの蓄積が今後に生きてくるということもあると思います。午後6時を過ぎて羽生九段が第1局第2局に続いて50手目を封じた。今回の王将戦第3局は藤井羽生双方の互いに対するさらなる研究準備が垣間見える初日となった。これは両者が谷川浩司九段が言うところの波長が合い、現代将棋の最新理を追求する横綱同士によるがっぷり四つの取り組みといった風情がある。振り返れば藤井王将は羽生九段の将棋を何百局とプロデビュー時から見てきたという。羽生との初対局について幸運な勝利と題して自戦記をしたためている。その文章は次の一文から始まる。アベマ七番勝負では5勝1敗という好結果で第7局を迎えることができた。気負わず自然体で指せたことがこの結果につながったのではないかと思う。最終局の相手は羽生善治三冠、当時自分の生まれるずっと前から将棋界のトップだった相手と盤を挟んで戦える夢のような機会だ。羽生三冠の将棋は今まで何百局も見ているので、改めて棋譜を並べるということはしなかった。
回しに手が届かず負けることがないよう積極的に刺そうと思って臨んだ。なぜこの文章を紹介するのかといえば、天賦の才を持っているということは、それはつまり当然ながら幼少期から天才だからである。常人であれば忘却の彼方へと追いやられてしまう幼少期や青年期早々の記憶、これに対して藤井聡太にとってとりわけ将棋にまつわる記憶が曖昧になるようなことは決してないだろう。藤井聡太は棋界最強棋士としてかつて憧れた羽生善治を倒すべく、過去の数百局も思い起こしながら、明日王将戦第3局、2日目に向けた迎撃態勢を整えつつある。